あ、おはようございます。8月27日木曜日です。会期末まで、残り1ヶ月になりました。長いようで、早いようで、皆さん方におかれても、大変なご労苦だと思っております。我々は引き続き、安保法案の廃案を目指して、電力で、を尽くしていくという気持ちでございます。今日は衆議院で本会議がございます。上がり法案の処理、法務委員会、強制移管兼業勤務時間特例法案、これは参議院選挙でありますが、これについては賛成です。あと国土交通委員会の航空法改正案、いわゆるドローン法案、これについても賛成をいたします。さて、予算委員会はご承知のとおり、来週末に G20 財務大臣会議がトルコ・アンカラであります。来週早々にも集中審議を求めております。最近の金融市場の混乱、金融緩和のみに過度に依存したアベノミクスが限界に達しているのではないかと、こういった状況も呈しております。経済政策、財政政策、骨太の論争を交わしていきたい、そういう意味で今与党に対して衆議院の予算委員会を求めております。こちらからは以上です。NHK からです。昨日 の参議院の安保特でですね、水野議員が磯崎補佐官 のツイッターの問題、6月に出たツイッターの問題で、中谷防衛大臣の発言などと相互があるというようなことで追及していましたけれども、要は存立危機事態のところを認定するにあたっては、その当該国の、要請が必要かというところ、それじゃないというようなことを書き込みして、そこは相互があったんですけれども、委員長としては今後、磯崎補佐官 の今回 の政府内の不一致というところを、まずどのようにお考えになられているかということと、あとは再招致ということが必要になっているかどうかということを教えていただきます。磯崎総理補佐官の件につきましては、すでに参議院で我が党も厳しくその辞任を求め、あるいはまた任命責任を問うております。今ご質問がありましたことについて、私なりに調査をしましておりますが、いわゆる昨日の無所属の水野議員の指摘だと思っておりますが、存立危機事態の認定については、これまで当該、他国の要請や同意が前提と説明をしておりますが、しかし磯田氏が6月のツイッターで、それは条件ではないと、こういう書き込みがしておりましたところ、参議院で昨日は問題になったと思っておりまして、この問題についての中谷防衛大臣は、政府の方針と異なると言っても致し方ないという、こういう発言をしておりますので、まさにですね、政府の意見、答弁が違う、まさに閣内不一致だ、これは首相補佐官の立場は非常に重いわけですから、これについてはですね、さらに委員会等で、本人の発言を求めるべきではないかと、このように思っております。新たな課題であります。磯崎補佐官の招致というものを求めるという確認なんですが、あとご本人 の身体というのはどのようにお考えかと。これは参議院が主戦場でありますから、今、参議院の我が党の一人ではじめ、議員の皆さん方が鋭意努力されておりますので、
こういったところと連携を取ってですね、やはり重大発言ですから、この点についてはある意味じゃ法案の根幹に触れるものですから、国会に招致をしてしっかり説明を受けると、このことは非常に大事であっておりますので、そういうことをやっていきたいと思っております。はい、その他ありますか。マイク。TBS の山本です。政府与党の中からは、報道などで9月の10日前後のあたりで採決をしましたと、そういう話がちらほら出てきていて、参議院の方の理事会でもたびたびそれについてはいかんなというふうに野党側から意見が出ているようですけれども、そういう話が、そろそろ出口みたいな話が出てきていることについてと、また60日ルールが適用されれば衆議院に戻ってくることになりますが、その辺どのように考えていらっしゃるか。詳細は参議院の我が党の皆さん方から聞かなきゃなりません。また当然ながら理事会等でもしっかりした審議を要求しておりますので、与党の都合のように質疑を割愛をして審議終局なんていうのはとても考えられないなと思っております。当然ながら今に至って政府の答弁が2点3点するという状況もありますので、しっかり正すべきことはたくさんございます。そういう意味ではですね、今ここで出口など議論する段階ではないのではないかと、このように私は考えております。今これはですね、細野政調会長の方で、維新とも真摯な協議を進めておると聞いております。いわゆる領域警備法、周辺事態法、PKO 法、この3点についてが主な課題になっておることは承知をしております。しかしこういう修正協議がですね、今の現時点ではまだしっかりしたことが伝わってきておりません。私どもとしましても、こういう経過についてはすでに NC においても代表はじめ、政調会長あるいは参議院の会長あるいは筆頭理事、そして私に出す出さない、そのタイミングについてもあとは一任をされております。したがって今は政調会長の協議、これが最大の課題でございまして、今の時点ではまだまとまったとかあるいは出すとかそういうことは言及できません。この問題はですね、武藤議員が、事実関係は別にしましても、ね、報道によりますと優先化を知る国会議員枠とこういうものが あるということでの資金集めに関わっていたかどうかと、こういうことでしたが、
私もすべて見ておりませんし、断片的ですが、まあ、本人は表現の点で誤解を招いたものだったと言っておりますが、あの説明で、誰も納得しないのではないかと、まあ、そういう感想を持ちます。したがってですね、国会議員という重要な職責にある立場でありますから、ぜひ自ら、国会の政治倫理審査会に申し出て、審査をするのがいいのではないかと、このように思います。自民党の、まあ、元々自民党の議員ですし、自民党はこれまで武藤議員がご自身でその会見すべきだというようなことを言ってましたけれども、で実際したわけですけども、ちょっとなかなか分からない部分もあって、自民党の姿勢としてそのもう一議員の、まあ、責任をということ、自民党としてどのようにしていくべきだと思いますか。まあ、与党の中でさえですね、離党したから済む話じゃないという意見もありました。まあ、ちょっと当然でしょう。したがって昨日はそういう意味で本人が説明をしたということになりますが、あの説明では全く納得できない。それから同時に離党したからといってですね、前回の選挙で公認した自民党の責任はあるわけです。これをどう説明していくのかということは問われることだと思います。はい、わかりました。